本願寺詐欺森別院は、和歌山県和歌山市詐欺の森にある浄土、新州本願寺派の寺院。西賀古墓、詐欺森本願寺とも、京都市にある西本願寺の別院である。寺に伝わる詐欺森旧時期によれば、当別院は文明8年、木の国霊水裏に建てられた霊水道場をその前身とする。霊水浦の記録大部は、 熊野三景の途上で霊水裏を訪れた蓮女に、京市、蓮女から良県という法名と、親鸞、蓮女連座の画像を終え、霊水道場を建立したという。なお、史実としては、蓮女が文明8年に熊野三景をしたという事実はなく、詐欺森別院に現存する二村連座像に、文明8年の蓮女自筆裏書きがあることから、常実の伝承が生じたものと推定されている。 寺は、その後、永正四年に、名草郡、黒江、天文十九年に、若浦三六寺山、永六六年に、最下章詐欺森に移転した。天正八年三月に、織田信長との和議に応じた県女が、大阪の石山本願寺から当時へ退院し、天正十一年七月に、貝塚本願寺へ移るまでの間、浄土新宗の本拠地として位置づけられていた。しかし、その後、 豊臣秀吉の奇襲性抜によって急速に衰退し、江戸時代には奇襲門との支援によって明和5年に再興したが、第二次世界大戦には和歌山大空襲によって消失した。現在の建物は1948年に再建、その後改築されたものである。本願寺先森別院の石氷創建経緯については日本歴史地名体系和歌山県の地名による、 ありがとうございます。